はい、どうも皆さんこんにちは。ワイデルズの中村です。ジャクンです。イトギキリアン。今回はお知らせ動画になります。イエッ。お、何ですか？何の知らせや。タイトルにもある通り、ワイデルズは、2019年の8月12日にビッグマーケット96に参加することが決定いたしました。ありがとうございます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 。サンキュー。サンキュー。はい、で、まずはワイテルズが参加するコミケの詳細についてのお話をしていきたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、今年の2019年8月の12日月曜日、振り返休日ですね、振り返休日ですね、の、コミックマーケットの4日目の、南ホール木の01、はい、ブースにてワイテルズはグッズを販布する予定でございます。はい、じゃあまずはコミケの、まあ、そうです僕らも初めてで、コミケって何っていう話をね、最初にしたいと思います。ね、はい、まずそもそもコミケっていうのは自分が作った創作物をいろんな人に見てもらうっていう場なわけですよ、うん、はいはいはい。だから僕らが作ったものをいろんな人に見てもらおうと、うん、まあ、そういうのが目的で、はいはい、でまずコミケの大切なこととして、はい、お客さんと店っていう関係じゃないっていうのは、まずね、これは一番重要なことなので、これはしっかり、どういうことですか？しっかり覚えて、売るっていう表現もコミケは違うんですよ。そうだね、うん、販布するっていう、まあだからお店でもないし自分はお客さんでもないんだから、客だぞ、こっちは客なんだぞっていうのは、まあ一般的なお店でもやっちゃダメだよ、これね。でもまあ客ではないんだよ、あのサークル参加者と一般参加者っていうくくりだから、もうサークル参加者の人が販布してるものを一般参加者の人がお金を払っていただく、買う、まあそれは買うでいいのかな、っていうものだから、俺は客だっていうそういう態度は絶対にしてはいけませんと。いけません。ダメです。はい。ここからしっかりコミケの話を、ね、コミケの話をしていきます。まあきっと僕らもワイテルズももともとコミケに参加するのは初めてで、はい、きっと一般で参加してくれる人はたくさんいると思うんですけど、その中にも初めてコミックマーケットに行くよという人は結構な数多分いると思いますので、うん、もう僕らも一緒にコミックマーケットの注意事項、うん、はい、について知り学んでいきましょう。はい、学んでいきたいと思います。飛ばすなよ、はい、飛ばすなよこいつらめんどくさそうな話してる。では一つ目、コミケに参加するときにカタログがあるんですか？そうですね、カタログっていうのがあって、まあいわゆるカタログなんだけど、うん、まあどこにどういう人が参加してますみたいなのが、そうだね、書いてある本があるわけですよ。でその中にリストバンドがついてて、それを現地で腕に巻いて、それが参加証、入場証明書みたいな、まあそれがない、それがあれば入れる、うん、はい、うん、っていうことなんで、まあしっかりカタログは買ってください。はい、事前に準備することがまずそれ、はい、あとはまあコミケのルールを守る、まあ、それはカタログにも書いてあるので、まず熟読してください。カタログの注意事項っていうのがいっぱい書いてあるから、うん、それをちゃんと読んでください、うん、特に初めての人は本当に大事だから読んでください、うん、僕らもちゃんと読みました。うん、はい、次、まず他の人に迷惑をかけてはいけません。はい、まあ、他人に迷惑をかけないっていうのは当たり前だからね。あとに言うことの全てまとめたやつだから、まあ、そうだね、大まかな、これできない人はもうね、あのダメ、生きてちゃダメそこはしっかり守るようにしましょう。当たり前だからね、それは、まあ、当たり前のことを当たり前にしてくださいと、うん、はい、当たり前です。簡単なことしか言わないから、ね、はい、はい、じゃあ次、次、コミケの会場内は非常に混雑しているので、そうですね、はい、まあ、通路とかで立ち止まることは禁止されてるわけですよ、はい、通路で例えばおしゃべりしたりとか、ここで待ち合わせとか、うん、グッズ交換しようとか、その通路の中で人の流れを止めるようなことは絶対にしちゃいけません、はい、そう、なんかやりたいときは会場の外に出てやってください、はい、そういうのは、そうそう、待ち合わせとかもダメってことだね、うん、まあ、人に迷惑をかけないっていうことがね、うん、考えられればね、自然とそういうことはしなくなる。そうです、そうです、そう、はい、僕は信じてますけどね。次、まあ、これはワイテルズの個人的なルールなんですけど、差し入れとか手紙とかそういうものは受け取れませんということで申し訳ないんですけど、はい、はい、持ってきていただいても受け取ることができないのでご了承ください、はい、これはちょっといろいろなトラブルとかの防止のためなので、はい、そうですね、ご了承ください、お願いします。次、徹夜禁止、はい、ということで、はい、前日からこうね、あのビッグサイト前に貼ったりとかっていうのは、あのコミケのルールとして原則禁止となっていますので、いくらね、ちょっと遠くから来て前日に着いちゃったとしても、そうそうそう、ホテルに泊まるだとかそういうことをして、はい、全然買えるから、あの別にそんな早いもん勝ちじゃないので、ね、近所の人の迷惑になるからね。そうだね、ダメだよ、そんな、その辺で寝ちゃダメだよ。はい、続きまして、会場内は走らないでください。はい、
当たり前のことを言っていく。すごく当たり前。だからこれはさっき言った会場内立ち止まるの逆じゃないけど、じゃあ早すぎてもいいのかってことっていうのは、うん、それはね、人が多い中で走るのはね、駅でも走っちゃいけないぐらいなんだから、コミケはもっと人が多いわけで、うん、もっと行けないわけですよ。当然ね、走れないでしょっていうか、うん、いっぱい人いて、うん、だから人をかき分けて、そうそう、早く行くぞとか絶対ダメです。ダメです。次、スタッフのお指示に従ってください。はい、まあ、これはコミケのを案内してる人とかもここに並んでくださいだとか、ね、うん、コミケの運営さんだったり、まあ、サークルごとにスタッフさんをがいたりとかしたら、うん、ここには立ち止まらないでくださいとか、ここで何々してくださいとか、何々するならこっち来てくださいとか、そういうのには絶対に従うようにしましょう、はい、これで私はお客さんなのにって言ったやつはもうグーパー。続きまして、歩きスマホ禁止。ちょっと話がね、二転三転してるので申し訳ないんですけどこれも立ち止まらないための工夫というか、はい、遅くなりすぎない、うん、初めての人は分からないかもしれないんですけど、コミケは本当に人が多いんですよ、はい、多分想像、初めて行く人だと想像絶する混雑具合というか、マジってなるから、うん、そんなところで歩きスマホしたらもうどうなるか、うん、想像力を働かせてください、うん、危険です。やめましょう。ここからは、皆さんご自身にとってとても大切、まあ、今までもご自身にとってとても大切でしたが特に大切、まあ、ここから自分のためだね、うん、自分のためです。まあ、まず大事なこと、8月12日って真夏だよね。真夏、やばいやばい。でしかもめちゃめちゃ人が多くて、人の体温で気温も上がるわけですよ、はい、通称コミケ雲って、湿気も上がって雲ができるんですよ、はい、室内に。通称コミケ雲ですね。高温多湿のところに行くわけなので、その対策はしっかり、熱中症対策ですね、うん、塩分取ったり水分、まあ、水分はもちろんめちゃめちゃ大事だし、うん、塩分が意外と重要だから、そうだね、うん、健康には塩飴とかね、塩飴持ってくるやつも、タブレットとか、事前の健康管理とかね。体調悪い状態で行くと暑くてムシムシしてるっていうのはやばいからね、うん、やばいですね。あとまあ人も多いから風邪もらっちゃったりとかもあるかもしれないから、うん、マスクつけるとか、はい、できる限り、まあまあ、自分のね健康に気をつけて、はい、健康管理をしっかりして倒れるとかないように、はい、気をつけてください。噂によると携帯電話がつながりづらいということらしいので、まあ、そんだけ人がいればね、まあ、雲ができるぐらい人が集まってれば、回線は混むわ、うん、そら混む、うん、でも死活問題だよね。そうだから、あれこのサークルどこだっけみたいなのはちゃんともうメモっとく、調べとく、まあ、あとカタログみたいな、そう、うん、でここで待ち合わせとかもできないかもしれないから、ちゃんとあらかじめやっとく、そういうの場所と時間を決めといて、ね、なんならもう会場の外で待ち合わせしてから入る方が賢明かもしれない、ね、そう、あの、うん、会場内で立ち止まってはいけないっていうルールもあるので、はい、会場の中でいろいろやるのはなるべくやめましょうということで、長々とルールを話してきましたが、これはもう最低限守っていただかないといけない。ちゃんと聞いた、みんな、うん、聞いてた？聞いてた？なかったけどね。聞いてたらぐっと、ここからみんな気になってることを話していきます。何ですか？まあ、ワイテルズが今回コミックマーケットに参加するということで、うん、何、まあ、一体何を販売するのですか？なんか作ったのかな、もしかして。何ですか、ね、何作ったんだろうね。グッズですかね。グッズなんだ。まあでも公式から出るグッズとしては初めて。初めては。そういうことで公式というか、ワイテルズサイドで自分たちのものを何か。初ワイテルズグッズ？もしかして。そうなりますね。ですね。なんだろう、 T シャツとかタオルとかクッキーとか、まあ、その辺が考えられる、一般的に、一般的に言っちゃってね。でもね、まあ、せっかく初めてのグッズだし、自分たちのいろいろなものを詰め込んだものが作りたいなと。自分たちで何か形をね作りたかったわけですよ。そうそうそう、僕たちは最初だしね、生産物としてなんか僕らの中から生まれたものを何かこう、うん、作りたいなと。もうクリエイティビティが爆発してたんですよ。で、うん、で、はい、結論から言うとワイテルズは今年お公式初めてのグッズとして、お、ホモだ、超えたかな、ちょっとかぶったね。ホワイトルズはホワイトテイルズという本を、ホワイトテイルズっていうタイトルなんですか。ホワイトテイルズというタイトルです。おお、はい、ホワイトテイルズってどういう字を書くんですか。まあ、今多分テロップ出てるんで、はい、こういう字です。僕らの元々のチャンネル名のホワイトテイルズとは少しテイルズの、うん、おかしい、語色じゃない、語色ですね、大丈夫。違いますね。あ、違うんだ、はい、まあそういうことです。もう物語ってこと、物語という、うまいこと言った、言った感じになったんですけど、はい、自分たちで、はい、こんな感じで、はい、ホワイトテイルズという本を出します。はい、ありがとうございます。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 まあじゃあここから少しずつ本の詳細、まあ、ちょっとあのまだ実物がないのでこういうものですってお店はできないんですけど、まあぜひそれは当日のお楽しみということで、サイズは B5 です。 B5 です。はい、なんと容量込み込みの90ページ超えでございます。大ボリューム。頑張った、頑張ったよ、頑張った、本当に頑張った。誰書いたのそれ。
え、なんかあの6人組のワイテルズっていう実況グループの人たちがなんか頑張って頑張って書いたらしい。本人書いてんの。今まで話してこなかったようなワイテルズ結成前のもっと密な話だったりとか、もう大量にね、まあこれまでの企画が出来上がってきた経緯だったりとか、まあ動画の裏話だったりなんかも、言っちゃう、もうどんどん出てきた、まあまあこの辺にしといて、まあいろんなことがあの込められた、僕らとしてもそうですね。チャンネルを解説してワイテルズ関連の、ね、まあ、歴史だったりとかをこう自分たちの中でこう思い出しながら、素晴らしい、しおりとして書かせていただいた集大成、永久保存版ですね、まあ、一旦この辺でね、そうまとめておこうということで出した、書かせていただいた本なので、まあ、ぜひ、まあ、ワイテルズが好きだよという方には読んでいただけると結構面白いのではないかと思います。こっそりとこっそりとずっと書いてた、ペコペコ書いてましたね。書いてました、みんな。書く大変やわ。もう大変だった。しばらく活字見たくないです。疲れた、もう句読点何個とかもね、ちゃんとこの読点いらねえだろみたいな、遂行もしてね、大変でした。ここ開業しよう。で、まあ本の販売に関してですが、一冊なんと90ページ超えの本がなんと、おお、情報込み込みの本がなんと、なんと1000円で販売となります。安い安い、これは安い、多分やばい、分からない、分からないけど相場は大体こんなもん。いや買うもんだって、うん、そんぐらいのさ、専門書とかだったらさ3000円とかするじゃん。する。教科書より安い。知らんけどさ、教科書より安いよ。安いね。教科書よりためになるか知らないけど教科書より安い。まあ諸説はあります。諸説ある。1人3部までとさせていただきたいと思います。はい、オタクに寄り添った、オタクに寄り添った3冊構成、読む用と鑑賞保管用、鑑賞保管用、鑑賞兼保管用と不況用。おお、優しい、優しめの、そのオタクに寄り添った3冊構成。誰にあげようかな、悩むね。全然1冊でいいからね、買うから。全然1冊でいい。別に3冊買えって言っております。全然1冊でいい。1人3冊まで1000円で、ホワイトテールズという本を出させていただきます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ここから僕らのサークルのもうちょっと詳しい説明に入ります。まあ、今までコミケに参加しますという話と、コミケのルール全体の話と、僕らが何を販売するのかという、まあ、具体的なグッズの話ですね。で、最後に僕らからのお願い、プラス僕らの詳細な情報をサークルとして参加する時の話をしていきたいと思います。まあ、ちょっと気になってる人もいると思うんですけど、まず、売り子さんですね、くださいって言った時にはいどうぞってこう売りをしてくれる人は本人ではありません。僕らは行きません。はい、売り子は別のスタッフの方にお願いします。なるほど。はい、関係のない方ですので、ご迷惑をかけないようによろしくお願いいたします。その人たちに迷惑をかけるような行為は極力やめて、極力というかやめてください。お願いします。はい、もう僕らは行きませんと。まあ、なぜ僕らが行かないかっていうと、これまで別に顔出ししてないし、コミケの当日売り越しに行ってしまうといろいろなトラブルが考えられるわけですね。はい、なのでもう僕らとしては申し訳ないですけど、まあ、売り越には行かないという判断をいたしました。1回目だしね、まあちょっと正直言えばね、コミックマーケットにそのサークルとして参加するっていうのが正直なところみんながどれくらい来るかがわからないっていうのも大いにあるんだけど、の方にお願いしてあります。そうですね、はい、まあ、関係のない方ですので迷惑をかけないようにお願いします。はい、ここではちょっと改めてもう一度言いたいのですが、差し入れはなしとさせていただきます。まあ、これは今言った理由ですね、僕らが言ってないので僕らの方では判断できないので、まあ、全面的に禁止とさせていただいて、受け取りませんという処置を取らせていただきたいと思います。ご了承ください。はい、まあ、ここからはもうちょっと未来の話で、まあ、今回ちょっとコミックマーケット日程的にとか距離的に行けないよという方いらっしゃると思います。という方のために、通販やります。ありがとう、ありがとう。販売がありますね。ありがとう。コミックマーケット当日来れなかった方にも、まあ、ぜひ僕らの本を買っていただきたいということで、通販の使用上手数料とか送料とかがどうしてもかかってしまうので、多少ちょっと値段が上がってしまうというのはもう確定なので、コストがかかってしまうので、まあそこはご了承いただけると、はい、と思います。まあ詳細な値段はまだ未定なので、セットが出るとかね、そう、ツイッターをフォローして情報を、このツイッターをフォローしておいてくれれば、本の情報とかもね、ここね、これね、これね、これです、これやりたかったやつ、こういうの、あとあの個人ツイッターも、はい、これと編集が変な、編集が変な、ああ大変にした。という感じでコミケの話はざっと話をしたかと思います。まあ、もう一度改めてルールを復唱するならば、本当に他人に迷惑をかけないことですね。皆さんこうたくさんの人が自分のこう好きなサークルだったりとかのためにこう集まっています。誰に優劣があるわけでもないので、押さない、かけない、喋らない、戻らない、立ち止まらない、お菓子持った、はい、
はい、を守っていただきたいなと思います。僕らも正直この初めてのコミックマーケットでね、問題を起こしたりとかは避けたいなと思っていますので、コミケのルールだったりを再度確認していただいて、コミックマーケットを楽しくしましょう。はい、はい、それで楽しもう、楽しんでいただけたらと思います、はい、ということで以上、ワイテルでした。よっよっ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらにツイッターのフォローもよろしく。ツイッターには最新情報が盛りだくさん、メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。